おはようございます。ジャン君ポンちゃん仲いいね。今日は少しあったかいみたいだね。夏日が戻ってくるよって言ったのは今日になるかもしれないけど、まあ最後のあったかい日を楽しみましょう。あとは涼しく、むしろ寒くなるよ。あ、竹のカーペットをなくさなきゃ。冬用に変えます。ジャン君なんか似合う？保冷バッグだよそれ。おはようございます。ジャン君ポンちゃんおはようございます。ポンちゃんもうだいぶ経ってるね。お昼近いよ今ね。おはようございます。2回目だよ今日。あ、そう言ったっけ、うん、俺、うん、じゃあお昼ございます。ポンちゃん、うん、ジャン君は少しトイレに行く頻度が増えているのを少し心配になり始めています。ちょっと様子を見ながら、また病院かな。ジャン君ただ涼しくなったからだけなのか、または石ができちゃったのか、どうでしょうか。はい、ポンちゃん。あら、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、はい、はい。まあ、ポンちゃんもトイレに行く頻度が上がってるか。ポンちゃんと頻度はそんなに多くないの？そう、うん、でも今また行ったよ。あれ、どうしたの？行っただけかい。そういう時も、あ、ザクザクが鳴ってる。うん、さっきまたジャン君知った。ジャン君だって入って出てまたすぐ入ってってなってるから。ほら、ポンちゃんもかい。失礼。うん、秋になってちょっと涼しくなったらジャン君のトイレの数が増えたので今ちょっとだけ心配中です。まあ普段こうやって甘えてる時には何一つ辛そうには見えないんですけど、猫のことですからね、辛いよって言わない生き物だからね。ちょっとよく見ときます。そしてここに、あ、扉閉めちゃった。キャリーを普段出してないところに出してあります。ジャン君が自分から入るようにね。無理に入れようとするとまたストレスやなんやとか逃げたとかなっちゃうからね。興味を持って自分から入るようにしといてもらって、あ、これやばいかなやっぱりって思ったら病院に行きます。今日はもうだいぶ夕方になってきて、生配信の時間が近づいているので、よほどのことがなければ様子見の一日になりそうです。明日が山だ。山か。ジャン君、ポンちゃん、なんか昼間は少し暖かかったんだけどね、夜になったら寒くなってきたよね。涼しいぐらいかな。窓を開けてるとちょっとひんやりした風が入ってきます。さあ、これでもう秋かな、明日からね。
寒い方へ寒い方へ向かっていきますよ。